1984年のデニス・サッチャー初代、順番シャクサーデニス・サッチャーは、イギリスの実業家、陸軍軍人。イギリス首相、マーガレット・サッチャーの夫として知られる。イギリス史上初めての男性の首相配偶者である。1988年11月16日、ホワイトハウス。左から、レーガン米大統領、サッチャー A 首相、ナンシー・レーガン。 デニス・サッチャー1915年5月10日、ケント州ルイシャムに生まれる。父はトマス・ハーバート・サッチャー、母はリリアン・キャサリン。デニスの祖父トマスは19世紀後半に塗料や防腐剤を作る会社、アトラス・プリザーバティブズを創業した実業家で、父、トマス・ハーバートはその事業を継承していた。ミルヒルスクールを卒業。戦時中には、 陸軍砲兵部隊の少佐として出征した。戦時中の1942年にマーガレット・ドリス・ケンプソンと最初の結婚をしたが、デニスの出生のために疎遠になり、6年後に離婚している。戦後に父が死去すると変わって、アトラス・プリザーバティブズの経営者になった。 1950年2月の総選挙で、ダートフォード選挙区の保守党候補となったマーガレット・ロバーツと出会い、マーガレットを駅まで送ったことで親しくなった。後にマーガレットはデニスに惹かれた理由について記者に、デニスは塗料や化学製品の事業に携わっていました。私の専攻は科学です。彼はまた自分の会社の財政面に特に興味を持っていました。私も昔から、 経済は面白いと思っていたのです。それに二人とも政治に熱中していましたし、要するに共通点がたくさんあったということです、と述べている。一方友人にはデニスが彼女の政治キャリアを形成するために必要な資金を提供してくれたからだと述べている。二人は1951年12月13日に、シティのメソジスト教会、ウェズリー協会で結婚した。披露宴は、 メイドストーンの保守党指導者の家で行い、ハネムーンはポルトガルだった。1953年8月に妻マーガレットが、双子マーク・サッチャーとキャロル・サッチャーを出産した。1968年から1998年にかけては、クイントン・ヘイゼル、1969年から1975年にかけては、バーマ・オイル・トレーディングの取締役を務めた。 1979年に妻が首相に就任すると一緒にダウニング街10番地に入った。妻から頼りにされ政治的な相談にもよく乗っていたという。妻が首相を退任した直後の1990年12月7日に順断社会に助せられた。妻を支えた功績からの助任であった。新聞各紙からも首相の夫という初めての役割を威厳を持って、 勤め上げたことを高く評価された。2003年6月26日に死去した。順段社位は、長男のマークが継承した。1990年12月7日に、以下の順段社位を新規にノブされた。1942年3月28日に、マーガレット・ドリス・ケンプソンと結婚したが、子供のないまま。 1946年に離婚した1951年12月13日にマーガレット・ヒルダ・ロバーツと結婚。彼女との間に以下の2子を設けた。ありがとうございます。